はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ライデンでございます。ということで、ちょっとだいぶ間が空いちゃいましたが、美容法実況をやっていきたいと思います。今回はですね、こちらの KN57 を使っていきたいと思います。まあ、57と読むのか、それとも157と読むのか、はたまた57と読むのか、私はわかりませんが、まあ、こちらのアサルトライフル使っていきたいと思います。で、一応武器レベルをちょちょいっと上げました。はい。武器レベルちょいっとだけ上げて、で、ちょっと使いやすくしたかなっていう感じです。ちょっと壁にじゃつけておくか。はい。では、今回は、こちらのアサルトライフルを、使っていきたいと思います。それでは、マッチ参加していきましょう。さあ、ということでやっていきましょう。今回のステージは、モロッコ。これ、モダンオフェアシリーズのステージだったかな。モダンオフェアシリーズの、ステージで行きますっていうところのリメイクかな。多分、わかんないけど。ということで今回も例のごとく、リーフを使っていきたいと思います。はい、ちょっとセリフと被っちゃったけどね、両方我々両方に見れているカンタラカンタラインタカンタラまあね、リーコンがね一番使いやすいんだよね。ね、何使ったらいいんだろうね。なんかこうあれなんだよ、あれこう、俺って死にまくるじゃない、死にまくるんだって、どうせ死にまくるんだったら後方でも味方支援した方がいいかなって、ある程度攻めつつ、それずっと後ろでねこもってばっかりじゃ味方さんも迷惑だろうし、せめて旗を振りに行くぐらいのねお仕事はしたいんだよね。痛いよせめて、はい、せめてね旗を取りに行くお仕事くらいはさせていただきたいなっていう感じです。はい、これがまあインデージェンスとみたいなもんかな。さあ避けるんじゃなかった。でね、ようやくねレベル40ぐらい、気づいたらもうレベル40ぐらいになってたから、デッドサイレントつけてます。はい、ウッドサイレントとライトウェイト、もうパークはこれだけで十分かなっていう感じです。タクティカルマックスとかいろいろ強いのはあるけれど、正直そこまでガチガチにも攻めていくっていうスタイルじゃないから、まあ大丈夫かなっていう感じなんだよね。 OK、 センサーダークは高い位置に行く。今破壊されたもしかして。どこか、あ、そこにおったのね。撃たれたのは横だけど、お敵さんそこにおったのね。もう足音がしないからさ、あれなんだよね。なんか逆になんか物足りなさを感じるというか、いや逆にその方がいいんだけど、ずっとデッドサイレント、愛用してきたみんだから。すぐ撃てるように、ちょっと待って。おーい。オッケー、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 いいよいいよ。うわ、危ねえ。そしたら来そうな瞬間。今何？ミサイル？あ、メッシュバインか。スナイパーヘリ。どこやどこや。どこやスナイパーだ、スナイパーヘリ。撃ち落とした、撃ち落としたんで。あ、なんか今敵いた。今敵いたね。よし。あ、いるいるいる。こちらが優位に立っているぞ。オッケー。ああ。あそこか。スナイパーヘリだ。スナイパーヘリ発見発見。ちょっと待って、ここ建て住宅街だから狙いづらい。おらよ、フレア出来上がった。これおらよ、スナイパーヘリの脅威を排除。おらい、アサルトマスクを用意した。早い者勝ち、早い者勝ち。センサーを使うでしょ。できる限り高いところに置くっていうのがね、なんかいいらしいですからね。まあ強い
なってと敵さんがどこから現れてくるか。おるやん、おるやん、おるやん。倒したかったけど来てくれたけどダメでした。はい。まあね、今5キルの8ですか。なんか調子がいいのかというか、まああれなんだけどね、元が下手くそだからあれだけど。痛い。今何が起こったかわからなかったんだけど今。とりあえずもポイントを取って、予期すべきだったな。予期すべきだったな。俺が予期してなかったよ。脅威を解除した。オッケー。体力回復してくる。勝利は近い。さっさと仕上げて帰還するぞ。あー、3盾。あー。死んでもうた。けど100ポイントもらえた。やったぜ。アシストもこれあれなんだよね。キル判定になってるから一番嬉しいんだよね。俺にとっては。おこぼれ頂戴することしかできないから。そしてなぜか敵の。発射準備。あ、死にます。終わらなかったら今俺死んでた。危ない。その調子だ。奴らを追い込め。いやー、死ぬかと思った。さっきのは真面目に敵を排除。いやー、やっぱうまい遠いな。確保しろ。俺そこまで持ってないからな。どっちかっていうともうゾンビが好きだからな。まあ、ゾンビもそこまで生き残れないんだけどね。だぞ。敵が C を占拠。こっちから来そうじゃない。違う、来ない。敵をした。ああ、まあ試しまいんか。そーっと近づいてったのね。アサルトパックいただきまーす。敵がブラボーを確保。あー、くっそい。センサーダートを発射する。上空に敵の UAV。 あ、敵は UAV による監視を行っている。 UAV を排除。あー、死んでる？死にかけてる？よかった、生きてた。上空に敵の UAV。 待って、ワンちゃん、ああ。N に気を取られたら最後でやった。敵の UAV、どこや。どこやね。敵がストライクチームの展開。いや、ちょっと気にせず、旗取りに行こう。あ、犬来てる。はい、ごめんよ、ワンちゃん。あー、本日3回目の飯前。全然わかんねえんだよな。 UAV による監視を頼む。まあでもいい。とりあえずアサルトパックいただきます。うわ、殴られた。あ、違う、これあいつじゃん。敵が B を確保。ストライクチームじゃん。こんだけ吹っ飛ばされんの。ストライクチームだけで。あ、
スナイパー待ってホロサイトつけてんのスナイパー。センサーダートを使う。ブラボー占拠。あ、そっち来たか。そっち来たか。なんか敵兵反応があっちにあったからな。どこから、どこから、どこから、どこから。上空に敵の UAV。敵が何機か UAV を稼働させている。通信、敵のセントリー稼働。ビジョンパルス、行けるぞ。死にとうないでござる、死にとうないでござる、死にとうないでござる、あっしは死にとうないでござる、死にとうない。死とない、死とない、死とない、死とない。一体どういう弾幕なんやねんなっていう話やな、今のは。とりあえずもう、ビートリだ、あー、やべえ。死ぬの、口に死んで、あー。いやー。なかなかうまくいったって言ったか。ああ。敵の UAV が旋回している。作戦エリアに敵の RCXD。もう一機出てる？やべ、ヘルストーム。ヘルストームの時系ならなくてよかった。B 取りたいな。通信、敵のヘルストーム接近。やばい。もはや手段を選ばな。何としても勝ちに行け。敵の UAV が旋回している。敵の UAV 旋回。敵のマーティスが接近をした。オッケー。敵のライトニングストライクレーダーを感知。敵のライトニングストライク接近。作戦エリアに敵のダートを感知。あれー多分あれか、銃のレートのあの問題か、それともあのエイムのあれか。今のは感じであれだね、打ち始めのあれだね。あ、今のはライトニングストライクで死んだな、はっきり分かるね、うん、ピューって落としたの、ピューって。ブラボー確保開始。通信、敵のヘルストーム接近。おい拠点取ったしっかりミサイルボーンで。13の29ってなんか俺調子悪いな。どこかのところで10万落ちてるとしか考えられないね。こちらが優位に立っている。敵のセントリー起動。ああ落ちた、落ちた。敵の UAV が旋回している。敵の UAV 旋回。敵は UAV による監視を。敵がブラボーを確保。はい、ちまちまと航空機を落としていきますよ。どこにあったかは分かればいいんだけどね。支払いに見よう。いやー今回はちょっと調子悪いな。14の感じはちょっとあれだね。うんまあ、UAV 潰しているあたりに、まあ、個人的にはいいのかもしれないけど、こんなハイテクな動きできないよ。一体どんな動きできんだよ。あれか？逆に、モハモツか？あ、征服者ゲット。やったぜ。果たしてこのトロフィー条件が一体何なのか私は分かっていないけどね。うん。はい、ということで、ちょっとめっちゃくちゃグダグダではございましたが、今回の動画はここまでしたいと思います。はい、チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。リクエストがございましたら、できる限りの範囲でお答えいたします。コメント欄の方に、書き込んでいただければと思います。はい。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。もうちょっと上手くなりって。